ドジャースの大谷翔平投手が日本時間28日、敵地でのアストロズ戦に1番 DH で先発出場し、第2打席で2戦ぶりの一発とする今季32号本塁打を放った。年間本塁打ペースは自己最多を記録した2021年の46本塁打を上回る48発ペースとキャリアハイに、3回先頭の第2打席。大谷は打球の方向を見ながら、打席で確信立ちしていた。相手の野手が一歩も動かない完璧弾は2024年4月23日、同24日の敵地ナショナルズで放った6号ソロに並び、自己最速となる打球初速 118.7 マイル、約191キロ。飛距離は443フィート、約135メートルの特大弾だった。この本塁打でシーズン48発ペース。な、リーグの本塁打争いでは30本で2位につけるブレイブスのマルセル・オズナが野手を再び2本差に突き放した。成績は打率3割1分6厘本塁打32本 OPS 1.046 に。投手のブランコは丁寧にコースをついて攻める投球スタイルですが、インハイやアウトローの誘い球のボール球には手を出さずに甘く入った真ん中やや内寄りの4シームを仕留めたのは大きい。内容が良すぎる。距離に関しては角度にもよるので、今季最高かはわからないけれど、ホームランとしてはおそらく今季最高のあたり。190キロ超の打球速度がそれを表していると思う。大谷も最も手応えを感じたホームランなのではないか。凄まじいホームランだったねう。ジャッジ、オズーナが HR 打ってたから、続けと思ってたらとんでもない HR 打ちやがった。118.7 マイルのこれ以上ない完璧な当たりだったね。今季の大谷はこういう完璧の位置と上の次元のホームランあるな。